IR 統合型リゾート事業をめぐる汚職事件で、収賄と証人等買収の罪に問われ、昨日保釈された衆議院議員の秋元司被告が会見を開き、改めて無罪を主張しました。今回の起訴されたすべてのことについて無罪であります。全く関係ない、私は経験していないことをこのように言われて、そしてそれをやっぱ疑われて、まあ、裁判を迎えるということについては本当に憤りを覚えた。黒いスーツ姿で会見に臨んだ秋元被告はこのように述べ、中国企業側から300万円の賄賂を受け取っていないことなどを説明しました。また今日から政治活動を再開したことを明らかにし、次の衆議院選挙に向けても準備していきたいと述べました。